エキサスの栗原です。寒い中お集まりいただきありがとうございます。13日にですね、連合と、連合の会長とあと経団連の会長との、首相の裁定も入ってですね、合意内容が公表されましたけれども、内容は大体ですね、こんな感じであんまり変わらなかったということなんですけど、原則残業は月45時間で年間360時間だと。でただ繁忙期には例外として、720時間と、2ヶ月から6ヶ月の平均80時間、1ヶ月100時間未満で、上限規制ということになっています。で、過労死ラインですのでを認めるっていう形で、あんまり変わってないじゃないかと、先週僕ら抗議しましたけれども内容そんな変わってないということで、今回も抗議をこれはしなくちゃいけないだろうということでします。で、経団連が、経団連の榊原会長がダメだと、全然分かっちゃいないし、労働者の生活全然考えてないっていうのは、分かってるし、前からずっと分かってたし、この間の発言でも明らかなんですけど、同時にやっぱり連合の会長もね、情けないぞと、思います。100時間以下じゃなくて未満にしたからって言って何もほとんど変わらないし、労働組合のですね、信頼をもうこれ以上落とさないでほしいと。でだから連合の中でもですね、おかしいと思う人いたら一緒に声を上げてほしいし、組織の中でもですね、組織の外でも一緒に僕らと声を上げてほしいと思ってます。でこの問題はですね、もう経団連と労働組合あるいは連合との問題っていうだけじゃないんですよね。労働組合で結局 18% ぐらいしか全労働者が組織してないわけで、その外に膨大に非正規、正規問わずいるわけです。でやっぱりこの戦いはその労働組合組織されてない非正規労働者、あるいは正規労働者、あるいはその家族や友達、あるいはですね、100時間労働を社会的に許しちゃいけないんだっていう、そういうふうに考える市民と100時間をさせたいと、100時間残業させたいと思っている経団連や、あるいは政治家や、あるいはその他ですね、そういうふうに思っている人たちとの戦いです。僕らなしに勝手に決めるなと、僕らの声を聞けと、そういうための、緊急抗議です。よろしくお願いします。声を上げていきましょう。はい、ちょっとコールします。月100時間も残業させるな。月100時間も残業させるな。長時間労働絶対反対。月100時間も残業させるな。命を奪うな。
奪うな、命を奪うな、命を奪うな、命を奪うな。ありがとうございます。スピーチお願いします。ブラックバイトユニット